オーガニックヒズミですよね。タカさんといえばこの有機栽培のね。そう。タカさんの足に根っこが入ってる。わー。そんぐらいのね。はい、この番組は。はい、どうも皆さんこんにちは、マイスクリーム講師のデスノーニーサマオンでございます。そしてはい、ボイスドクターのリーです。はい、今日もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。あのバンド供給が止まらない、うん、供給が止まらない、そう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 、供給が止まらないバンドがありまして、なるほど、ちょっと、はい、そのバンドに今日またちょっとフォーカスさせてもらったリアクション動画やっていきたいと思います、うん、はい、そうなんです、うん、供給が止まらないバンド、うん、それはワンオクロック、はい、そうなんですよ、うん、あのまあ以前、うん、あの最新 の、うん、あのライブ映像のリアクションをさせていただいたじゃないですか、うんうん、あのあとすぐ、はい、もっと上がっててあれっつっておかしいなって、まだあった、追いつかねえぞっていう感じでですね、はい、これをまたちょっと先生、うんうん、先生の専門家でいらっしゃいます、はい、ボイストレーナーでございます、うんうん、私の方がですね、リアクションとか解説とか、うん、高さんの素晴らしい歌声について、そうですね、そう触れていきたいなと思っておりますので、うん、勉強になりますから、めちゃくちゃ勉強になる、ね、前回もやばかったじゃないですか、そうですよ、あのまだ見てない方見てほしい、教材ですか、もう教材、ただの、ま、本当ですよ、学びしかないやつ、本当にそう、はい、そうなん で今回の動画もですね、うん、まあ、先生多分まだご覧になってない、はい、ので、うん、先生初見ですけれども、はい、まあ、そのまた勉強になる部分とかも、ね、専門家とか、はい、ボイストレーナーならではの視点で見つけていければいいかと思っておりますので、はい、あとまあ素直に楽しいみたいなと思っておりますのでですね、はい、あのワンオクロック好きな方はもちろん、うん、ボイトレ頑張っていきたいと、ボイトレ勢もですね、ぜひ最後までご覧いただけるとすごくいいかなと思いますので、さあこんな感じでこのチャンネルでは日々発声関係の話とか、ボイトレ関係の話、リアクション動画なんかを配信しておりますので、まだチャンネル登録を済みでない方はこの機会にぜひよろしくお願いします、はい、じゃあ行っちゃいましょう。よし、はい、これです。ね、これ読み方が、うん、レネゲイズ、レネゲイズ、なんか反逆者的な意味だった、あ、なるほどなるほど、的な感じなんか、ルローニケンシンの主題歌みたいな、あ、なるほど、ちょっと前ですけどね、2、3年ぐらい前の、なるほど、うん、の、あの主題歌、うんうんうん、なんで、まあ、ちょっとこう、戦いの意味も含めたというか、ならず者感も、そうそうそう、そうそうそう、ならず者感があるんで、そういった曲なんですけど、うんうん、曲調はというと、うんうん、かなりこう、なんだろうな、壮大なというか、ちょっと月並みですけど、すごく広大さを感じるような楽曲なんですよ。で、これライブで、ライブで、なるほど、結構直近ですよ、2023年ですから、楽しいですね、すごいですよ、なるほどなるほど、行きましょう、はい、うん、まだね、暗いですね、会場がね、ね、どういうこと？やばい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 、すごい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 、五光が差してる、五光が、これ神演出です、これはすごい、めちゃくちゃすごいですよ、うわ、金かかってますめちゃめちゃトップバンドなの、そうです、もう唯一のこと、これはすごいですね、もうすごいですよ、すごいですね、すごい夢があります、すでに、うお、きたー、いきなり、あー、青、うん、うめー、英語もうまいそもそも発音がいい、確かに、本当大事ですよね、大事、一番最初のエッジボイスから始まるところが、うん、またこう高さんらしくて、めっちゃそうなんか求めてた感が変に裏切ってこないですよ、そうなんですよ、あの演出といい、そう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 、その相まってね、こう代名詞から、いや、なんか、そこも好かれる要因の一個ですよね、うん、こう、なんか本当に全部主人公じゃないですか、確かに、全部分かりやすく、そうですね、畳みかけるというか、そうですね、全部こう、直接来てくれるから、下に髪がこう、青、そうそうそう、っていうか、そのまっていくというか、そう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 、そう、ね、裏切るのも一個の形だし、大好きなんですけど、ワンフロークどっちかというと、正面衝突みたいな、そうかも、そういう感じがありますよね、メッセージとか含めて、うんうんうん、いいな、うまいんだ、きれいね、うまい。全体的にちょっとこう、なんだろうな、うん、あのちょっとポジション高めの、うん、ちょっと抜き気味というか、うん、めちゃくちゃここでは行ってないっていうか、うんうん、結構鼻歌チックじゃないですかね、はいはいはい、この辺は、まあ、でも声帯はピタッと来てますよね、今のピタッと来てますよね、はい、素晴らしい、来てるな、うん、だからど真ん中よりも全然こう、もっとリラックスのポジションで、このまま A メロというか、イントロなのか、期待感ですよ、ね、あー、ここもね、変わってますから、ここもね、引き込まれるんですよね、そうですよね、はい、
ここの良くないですか、このリズムがリズム感を盛大で出せるんですよね。あーね、これがまあ、まあ、無理に体を使う必要がないというか、はい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 、そうですね、してるでしょ、めっちゃわかります、ね、こうしてね、佇まいが、そう、これだから盛大がまあ、まあ、打楽器じゃないですけど、はいはいはい、リズムを奏でれるんですよ、うん、確かに、まあ、でもこうあってほしいですね。いや間違いない、うん、これはもう究極系ですよね。そうそうそう、おお、あー、うおー、霧が晴れますね。いや晴れる、めちゃくちゃ壮大、うん、これぐらいだったのがこんなになるみたいな、急に、パッ、オーガニック歪みですよね。タカさんといえばこの有機栽培のね、そう、オルガニック一番いいやつ、成城市にありますよ。すごい、そうそうそう、コンビニで言ったら、うん、ちょっと特別な品、そう、はい、そうですよ、特別な品ね、すごいね、もう毎日は食えない、ハーゲンダッツのような、うん、このロングトーンに乗せれる歪みっていうのはもうそういう証明ですから、しかもその無農薬ですから、無農薬です、本当にロングトーンなんです、そうですよ、うん、そうですよ、そうでしょ、そうです、できないよね、ちっちゃい耐えれない、うん、耐えれない、ね、こんな綺麗に、うん、こんなバラードな曲でこのガナレするんですけど、ね、うん、これってやっぱりなんだろう、乱暴なガナレにはならない、ね、ラグジュアリーな、そうそうそう、成城石井がなりですよ、うんうん、本当に、なんだろうな、不思議なんだよな、だからこう、前言ったあの、はい、ワンオグのロゴ感ですよね、いや、そう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 、シュワ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 みたいな、ね、グリッチ感、グリッチ感グリッチ感あるんだよな、グリッチ感あるんだ、これがやっぱバラードにもフィットしちゃうんですよね、かっこいいんですよね、かっこいいし、ね、そのがなりの奥にあるタカさんのその実勢部分もちゃんとなってるから、うん、このマリアージュ、うん、これは高級フレンチですよ、わかりますよ、今のこの細かいフレーズで逐一乗ってきてるし、声帯も離してない、そう、やばすぎる、そう、高いっすよ、しかも多分これそこそこ、いや結構高いです、音程どんなもんすかこれ、 We could be the renegades、 うーん、これ A ですか、これは A4 シャープやは A4 に高いですよ、高く聞こえないもん、聞こえないね、全然聞こえない、なんか F4 シャープぐらい聞こえる雰囲気としては、ただ A4 シャープって蓋開けてみたらね、高いぞ、しかも、ウィそうね、入りにくいな、これ、うんうん、ウィックビー、こんな、いね、単発こう、そうですね、さっとくるようなやつです、ね、めっちゃそう、めっちゃそう、だからこんな足してるだけなんだと思うんですよね、高さの感覚としては、そう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 、これはすごいわ、あーい、あーすっげえ、ねえ、あえて、あえて、もういいね、あえて段差作ってましたね、うん、すごい、うわってやってんだ、くるっとくるね、くるってやってんだ、あえて、ね、こんなもできる、多分綺麗にいこうと思ったらできるじゃないですか、うんうんうん、でもあえてこうガチャっていってる、そうね、ちょっとだから最初は声帯を狭めながら最後コロッと抜く、うん、そうでしょうね、そうでしょうね、すごいな、かっこいいね、こっから開きますね、なんかかなり壮大、うやおお、これ手上がりますよ、上がる、これは上げざるを得ない、ね、こうなっちゃう、これはすごいわ、気持ちいい、いいっすね、聞かせる、聞かせるパート、うん、この緩急がいいんでしょうね、うん、ああこれ綺麗、綺麗だわ、うん、このさっきのさ、このここの緩急、うんうんうん、ここ言うたらそんなにテンション高くないから対比になってる、対比になってる、うん、これすごいな、すごいですよね、だってそのサビが相当壮大なの、確かに、確かにな、ここはこう、なんていうのかな、地固めしてる感じですよ、あ、そうです、そうですね、うん、そうですね、そうですね、振りですよ、振り、うん、振り、前振りが効いてて、さっきのサビだよね、あー、うん、うわ、あ、ここね、このリズム感のね、おお、おちょっとかかった、うん、はあ、
演奏消えるじゃないですか、うん、難しいっすよ。まあ宮本で聞いてるでしょうけど、そうだよね、ここ入りミスったらこの確かに確かに確かに、点点点ダンで気持ちよく入んないと聞かせれないから、そうかもそうかも。これ我々一般人はこれ緊張しちゃう。ここね、ここは。でもすごいですよね。サビに向かってのこの確かにな、グラデーションが多分露骨じゃなく聞いてるんですよね。うん、確かに水面下でめちゃくちゃやってるんですよね。そう。すげえよな。いいね。いいっすよ。これまた開く。すごいね、すごいすごい。確かに2番でもこう感じてしまうじゃないですか、1回やってんのに。そう、まあ、そうそう、2回目なのに感動しちゃうもん。これ忘れてないんだけど。そう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 、覚えてるはずなのに。すぐ1分前の話なのにすぐ感動しちゃうからこれ。あーね、あ、ここはあれだな。もうサビ思ったんですけど、うん、結構強く使ってますよね、うん、喉ね、あの喉声って言うじゃなくて、うん、結構タカさんの中でもかなりこれ馬力高いギアだと思いますよ。そのマックスに近いと思う。今聞きながらどこら辺でそのポジションを取ってんだろうって聞いてたんですけど、あ、なるほど、はい、基本的にここがやっぱ聞いてると思う、うん、聞いてますよね。だけど、うん、聞いてるこっちもあるんですよ。あるありますよ、うん、あるある。こっからこっちにも行くんですよ、うん、行きますあのこうくるっとくるときとか、うん、いやそうですね、支えが効いてるんですよ、なんかここでね。効いてます、うん、めちゃめちゃ効いてる。だから絶対絶対押せるんですよ。ここで押せる、うん、そう。でその押しを多分ほとんど9割以上はこれマックスだと思います、うん、これ以上押すと多分ここがなくなる。あ、そうなんだ。とは思う、滑っちゃうと思うんですけど、支えが効くマックスだ。これだから歪みを作ろうとしてるというよりはその、うん、もうそうですね、メッセージに込めてオーガニックしてる。そう、オーガニックしてる動詞になりました、ついに。そう、オーガニックしてる。そう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 っていう感じ。そうですね、だと思います、うん、僕はもうパンチしに行ってるから。なるほど、こういう感じなの。なるほど、なるほど。で結果がなったみたいな。あ、そっかそっか。多分タカさんにとっての強い声っていうイメージなんだと思いますね。そうですよ、これのサビっていう。あ、そうですよ、参考ならな。そう思う、うん、そうかも。そうと思いましたね、今サビ聞いてから、うんうん、このしさすがに気づくな。ひで安心する。ちゃんと握れ込めてるもんね。気持ちいい。うん、すごいね。鼓動を感じる、うん、めちゃくちゃ。うん、なんか、うん、前田の曲もそうですけど、うん、いい意味で分かりやすいです。そうなんですよ、なんか全部くれるっていうか、そうだから今いい最高潮っていうかね。いや、そうそうそう、油乗ってる感やばい。それはそうなんですよ、なんかとにかく、ねうん、今を見逃したくない感があるんですよ。いや、あるめちゃくちゃすごいっすよね、うん、ずっと時代の先頭行ってますよね。そうっすね、そこがすげえなと思います、ね、このライブ感がやっぱ良くないですか、ね、良い。このファンとのすごく良いコーラのレスポンスっていうか、一体となってる、うん、一体となってる、ファミリー感がやばい。分断してないじゃん。いや、本当にそうなんですよ、ステージと客席が。なんかね、なんかね、いや、そう、めっちゃわかるな、マオ君のこの一体感。一体感すごいわかるな、ま、なんか変にね、わかりやすくやるだけだと、うん、多分没個性で埋もれちゃうんですけど、その能力士がマックスの人たちが王道をやってるみたいな。だからまあ主人公ロックですよね。そうそう、主人公ロック、本当に主人公ロック、時代の主人公みたいな、そういう感じがすげえ。本当にね、根っこよ、根っこ。タカさんの足に根っこが入ってる。そんぐらいのね、はい、確かにな、確かに分かりますよ。という、もうそれぐらいの支え感というか、そう、安心感。安心感、安定感。いや、マジ、本当にそう。あるわ。あるある、めちゃめちゃある。根っこが見えるわ、なんか。そう、もう、でもなんかその、ヒューマンも感じるじゃないですか。そう。機械的じゃないというか、グルービーというか。見て、この表情。ああ、もう、なんか、エロいですもん。エロいです、ちょっと。エロいですもん。エキゾチックというか。エキゾチック、うん、マジでそう。なんか、ラテンですよね、なんか。そう。めちゃくちゃなんか、衣装も合えば。うん、ちょっとこう表情を崩していく。ああ。うわ。うわ。これガナリのパターンが2個今出てきて。うん、これちょっとガナリの専門家として。はいはいはい。ぜひぜひ。1個目のガナリはいきなりガナったんですよ。はいはい。It's ね、そうそうそう、It's の、うん、It's から最初からガナった、うんうん、で多分次は、
今一回通して聞いただけだからあれですけど、うん、で次はウェってこっちはちょっとしゃくるんですよ、はいはいはい、さっきはイだったんですけどこっちはウィちょっとこうまあねそのシーンとポイントの関係もあるんですけど、うんうん、こっち下からちょっとがなってるんですよ、ね、あでこっちの方がどっちかというと難易度が低いんですよがなりたい場合は胸からグッと持ってくるようなイメージがあった方が、うん、例えば裏返っちゃったりなるほどなるほどダメージがあったりとかしにくくなるんで、はいはい、これかなりやりたいなっていう初心者の人とかはちょっとおすすめなんですけどこっちの方がこっちからやるこっちからやった方が練習するだったらいいっていう、うんうん、一応 Tips 的なとこも添えつつ、そうですね、一応ね解説動画でいきなりはできないからいきなりは難しいですよ、多分裏返っちゃうと思うそうですよねあとこれ音程も高いんで、うんうんまあ、無理せずってとこですけど、うんうん、しかもイボいんだから、まあそうですね、これ相当難しいですよ確かに、うんここはいいでいきたいそうねウィッああそっかみたいなそうね、うん、ここはある綺麗なんだよなそうあーい今のは今のいいないいねグッとここが胸で支えられているというかさこれなでも響きはすごい高かった響きはいいねうんあーここすっここ多分一番こう、うん、広いんじゃないかな広いレンジが、うん、ねそうっすよね、うん、響きの位置高い、うん、支えの位置低いみたいな感じでこのだから耳は一応アなのかなこれとアの中間みたいな、そこが、うん、やっぱりこう響いて響いてますね届くというかいやこれ高いですよこれいくつですか音程C5 上トップで A4 シャープですね。たっけ。たっけーなー、これしかも後半に、僕今単発だからなったけど、後半ですから。はい。そうね。無理。これ締めちゃダメですよね。締めちゃ無理ですよ。締めちゃ無理。だから C5 がドア開けて出ないと無理です。締めたくなるんだよな。がなりたいってなると、ね、そうですね。がなりたいじゃなくて、がならずでも地声を通すっていう感じです、ね、あ、そうですね、本当にそうだと思う結果的にがなったらいいなぐらいで、そうですやらないと、やらないと最初は厳しいかなってそうね高いとかと無農薬なんでねいや、本当無農薬なんでいいねもうねあ気持ちいいもんな気持ちいいもんあ、その時はずっとそれ引っ張ってがなってんだいえーわーあっちあっちあっちすぎるうんこのやばいこのやばいな。いいライブ。ね。良すぎるよ。いや、すごいですね。素晴らしいな。おお。いや。名演。名演すぎる。名演。すごいっすね綺麗だったなすごいっすね綺麗なんか弾されてるな世界観一個も雑味がなかったっすわそうなんですよそうなんですよそうそうそう思ったらなんか当たり前のように見ちゃってましたけどシャウトなんですけどそうですね雑味がないですよ雑味ないガナリンシャウトスクリームだけど透明感ですよそう本当にそう力みのない歪みですよ根っこですよねえ根っこがある根っこ根っこ一緒のキーワードそう根っこね根っこ生やしていきましょう2024年をねすごいわあかっこよかったこれぜひ本家の映像ぜひ皆さんご覧くださいということで、はい、概要欄に貼ってますんで、ねはい、っていう感じで今日の動画参考になっているという方ぜひ、グッドボタンとあとチャンネル登録までお済みでない方、ぜひよろしくお願いしますという感じでめちゃくちゃすごかったです、はい、今日もありがとうございました、はい、バイバイ。